ソナイ集落とソナイ港ソナイ集落中央部ソナイは、日本の南西諸島、沖縄県八重山国与那国町の地名。現在、障子としての、ソナイという地名は廃止されており、西部のクベラ、南部の氷川とと共に、ジヨナ国の一部となっている。また、ソナイ崎と呼ばれる無人島が近接しており、集落とは、沖縄県道217号線で陸続きになっている。 与那国島北部の集落。与那国町役場が置かれている島の中心地であり、かつては法務局や福岡入国管理局那覇市局の出張所も置かれていた。その以降には、現在定期船は発着していないが台湾との交易拠点としての活用を視野に整備が進められており、与那国町と姉妹都市関係を結ぶ台湾北部。 カレン氏との間に高速船を就航させる計画もある。年中行事として、毎年7月に、与那国島ソナイ放年祭が開催される。与那国空港から東へ徒歩30分。最西端観光の路線バスが、クベラ、ヒカワとの間を循環している。沖縄の港湾ソナイ港、ソナイ、カレン、高速帝計画与那国町、台湾側に説明。琉球新報。 h t t p s i n f j p ニュースストリット -32039 ストリーターピック -4 html 2011年3月7日閲覧ありがとうございます